CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平が聞く特別編も沖縄からお送りしていきたいと思います。今、知事選直前ということで、沖縄に入りまして、沖縄で活動されている皆さんからインタビューを取っていくという形で、しばらくの間特集をお送りしています。今日のゲストは、チーム沖縄のマシモさんです。マシモさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チーム沖縄というとですね、はい、なんか暴走族みたいな名前が一瞬、はい、なんかね、チームっていうとなんかそんな感じなんですけど、はいはい、沖縄に住まれてるわけじゃないんですよね。違うんですね。じゃないですね、はい、普段は京都の舞鶴市にいらっしゃって、はい、定期的に沖縄に来られて、まあ、チーム沖縄という団体を作って、はい、いろいろ活動されているということなんですね。舞鶴って聞くと、はい、龍馬プロジェクトっていう団体を私やってるんですけど、舞鶴、はい、の府議会議員で岡本忠三さんっていう方いらっしゃるんですけど、はい、ご存知ですか。はい、もういろいろ勉強させてもらってるんですけど、はい、はい、じゃあ面識も、はい、あります。わかりました。じゃあ岡忠さんの知り合いということであれば、はい、より親近感を持って。でちなみに今着ておられるのこれチーム沖縄の、はい、T シャツ、特攻服じゃないですね。特攻服じゃないですね T シャツで、はい、はいはい、ちゃんと、うん、これが中国の御聖号を沖縄の、はい、妖精というか、はい、うん、キジムナーが追っ払ってるっていう、はい、そうですね、やっつけても追っ払ってるっていうイメージですね、はい、日中友好も大事ですという形で、でそのマシタさんが、ごめんなさい、マシモさんが、はい、沖縄でそういうチーム沖縄っていう団体をやろうと思ったきっかけは何だったんですか。まあプライベートでちょこちょこ、はい、まあ、阪神ファンなんで、はい、阪神キャンプがあるたび来てたりとかしてて、はい、私も阪神ファン、はい、すみません、はい、それでですね、はい、もう自分はもともとそういう、まあ、保守っていうか、もう日本が大好きでっていう思想を持ってて、はい、で自分がもうあっち側でも一応動いてるんですけども、あっちは舞鶴でも、はい、舞鶴関西とかでも動いてるのも、はい、それで沖縄ってところを見て、まあ遊びに来る観点じゃなく違う方向から見たら本当にやばいとこなんじゃないかとか、あとまあ刷り込みで左翼の島なんじゃないかとか、そういう話があって、やっぱ本当に沖縄でもなんかそういう新しい動きが出せたらいいなというので、まあ始めたわけなんですけど、うん、で普段はどういった活動を沖縄でされてるんでしょう。普段はですね、まあ講演会の手伝いなり、あとはもうそのうちがいろいろ企画して、まあ、この前やったんですと、その6月の23日が慰霊の日っていうのがあって、はいはい、まあ、朝早くに左翼の人がですね、はい、自衛隊の方が参られるんですよね。一番奥の塔に、はい、そこで制服で参られることは違憲だ違憲だって言って、はいはい、慰霊の日にそう騒ぐんですよね、うん、それをやめさせようっていう活動をしたりとか、はい、あと朝早く冷たいお水とお花を県いろんな県のやつが、はい、ところがあって、まだ遠いところだと参られない場所があって、はい、そこの間に式典が始まったりとかするので、はい、もう花とこお水がないところにはそういうのを備えたりとか、うん、いろいろもう本当に誰でもできる、はい、そういう活動をして、新しいどんどん新しい人が入ってこれるような状況を作っていきたいなっていうんで、うん、いろんなそういうのもやってるんですけど、 なんか辺野古のフェンスの清掃みたいなのも関わられてませんでした、チーム沖縄の皆さん。そうですね、はい、3年前の9月の30日から、はい、野田系っていうところのフェンスをはじめ2人で、はい、僕とあと1人で取り出して、で今はもう違う人らたちがやってくれてるんですけども、うん、そういうの、まあその政治活動っていうんじゃなくて、はい、そのとりあえず左翼の人がやってることは人としてのモラルとしておかしいでしょっていうのからまず刷り込みっていうか、逆にやっぱおかしいっていうのを分かってもらいたくて、そこからまたいろんなとこに出ていってもらえればいいなという場所を作りたいっていうのが、やっぱそういうのありましたね、うん、なるほど。ですからあれですね、イメージからすると、はい、もともと沖縄には沖縄の人が住んでるじゃないですか、はい、そこから外から左翼の団体の人たちがやってきて、はい、いろいろ運動してると、うん、これ左の人ばっかり来るわけですよね、はい、でだんだんこっちにいる人たちも、うん、なんかメディアもそうだし、うん、こういう運動も盛んだし、はい、なんとなくそう左翼の島というふうにこうイメージつけられてしまっていたと、はい、でそれを、まあ、僕もそうですけど、う
八島さんも肌から来てみると、うん、なんかおかしくないと思って、はい、じゃあちゃんとしたことを、まあ、本土で我々が言ってるようなことをちゃんと沖縄の人にも伝えましょうよというにはなんか活動が必要だから、はい、まあ、いきなりこう政治家になるとかじゃなくて、はい、そういう民間の団体でできることを、はい、まあ、この沖縄という場所で、まあ、対抗してるわけですよね、こっちの人たちに言えば。そうですね、はい、だから沖縄応援団というような形で私理解したんですけど、はい、それでいいですか、ね、間違いないです。いいですか、ね、はい、十分で。で今回は今来られてるっていうのはなんかこう知事選に絡んで来られてるんですか、こちらには。そうですね、あとその、まあ、琉球の問題とかもあって、はい、今日あ琉球っていうのは竜の形をした竜の、はい、15メーターが沖縄に入ってきたら一番最初にそれが見えてしまうであろう、はい、あの建物が建てられるかもしれないっていうので今日の朝ちょっと凱旋の方と、はい、あとビラ配りの方をやったりとか、うん、はい、結局そのまあ、今度出られるんでね、うん、沖縄市長にその人がまあどうって言いますか、那覇市長ですか、今の那覇市長がその計画を作ってやろうとしてるので、うん、それをなんとか中止できないかっていうので、うん、はい、やっぱりね、入り口だから上手じゃないですか、そのなんかいろいろな建造物とか作っといて、もともとここは中国だったとか、はい、もう津島は昔韓国だったとかね、うん、なんかもうそんな嘘百百を並べて、はい、慰安婦じゃないですけど、うん、国際的にねいろいろこう積み重ねていって既成事実を作って、うん、まあ、日本人はまあ良識もあるし、うん、まあ、そんな嘘みんな信じないだろうとかで思って油断をしてると、うん、気がつけばなんか日本人はセックススレーブを扱う民族だみたいなプロパガンダが世界中に行き届いてるということで、なんかみんなね危機感ないですから、うん、なんか最初第一歩 その例えば、いいじゃん別にちょっと建物作るぐらいとか、まあ、いいじゃん別にちょっと中国のものがあったってとか言うんですけど、それをの切り口にいろいろやってくるんですよね、うん、だから入り口でそれをちゃんとダメだよっていう啓発活動をされてるということなんですけど、でもなんかまあ僕もたまに言われるんですけど、マシモさんも結構堅いあるじゃないですか、これでなんか日の丸つけてやってるとなんか右翼だ右翼だとか言われません？いや、何なんですかね、あのただのほんまにレッテル貼りだと思うんですけど、はい、いや僕らがそう言われたら、うん、いやあなたたちより多分日本が好きなだけなんだよって言ってるんですけど、はい、うん、例えばその、まあ、民間人なわけじゃないですか、はい、例えばその反対側の、まあ、左翼的な活動されてる方々と話とかされないですか？いろいろ話しますね。だから どんな提案をされるの？例えばあ半基地の人たちと話す場合だったら、はいはい、ほな一緒に米軍を追い出す活動を一緒にしようよって、はい、まあ、本来日本がもともと沖縄も本来日本が自分で守るのが当たり前の一個の国としての話なんで、はいはい、その代わり条件として自衛隊を強くする運動をして、はい、ほなもう自衛隊があるからもうアメリカいらないよねっていうような状態にしようって言ったらもうすぐ拒否されるっていう。ダメなんだ。だから米軍出てけとか言いながら、うん、じゃあだから代わりに強い自衛隊を作りましょうっていうのは全くダメだ。ダメですね。でもそんなことして例えば、まあ、特に近いところで沖縄あ中国とか北朝鮮ですよね、うん、が、まあ、攻めてくると、まあ、北朝鮮は外しておいてもいいですけど、中国がねなんか軍事的な形でやってきたら彼らはどうするっていうんですか？無血解除はするときっぱり言いましたね。無血解除したらでもその後は向こうに統治権握られるじゃないですか。そうですね。それでいいんだと。うん、いいんでしょうね、うん、はい、もうどういう論理でそういう結論が出たのか分かんないんですけども、はい、とりあえず多分平和だ平和だというだけの話であって、はい、何をもって平和をずっと守っていくかっていう、はい、今まで日本がこうやって69年間平和が守られたのも、はい、多分憲法第9条のおかげだと、はい、勘違いしておるんでしょうね、多分。いや、そういう人たちはこうウイグルとかチベットにね、うん、1年ぐらい研修に行っていただいて、本当に中国共産党家の中国がですね、平和な国かどうか確認してきていただくという、うん、そういうツアーを中国側に計画されてこう沖縄に集まる際なんだし、じゃあ次はここでね、平和運動してくださいと、うん、彼らは日本の人権とかですね、日本の平和を言うけど、うん、中国の人権とか中国の平和は全く訴えないですからね。そうですね。なんかこうそういうのを一緒にやりたいんですよね。面白いですね。でもやっぱりそういう活動されているチーム沖縄の方々からしてもやっぱり今回知事選って大事なんですか？はい、そうですね、沖縄のだけの問題じゃないですから、はい、日本の問題も間違いなくそこなんで、はい、僕らもできることがあればもう本土の人間にも呼びかけてますし、はい、いろんな人が今協力して今来てもらったりもしてもらってるんで、はい、
本当にもう日本挙げて、はい、本当にちょっとこの選挙は頑張れたらいいなと。そうですよね、まあでもこれ選挙ばかりはね、なんか入れてくださいあれしてくださいっていうことでもなくて、本当に何回もこの番組でもう私伝えたいんですけど、皆さん一人一人が考えることなんですよね。で若事と思わないと何にもやる気もしないし、結局自分の選挙区の選挙ですら、週末遊びに行く予定があるから行かないとか、期日前投票あるでしょとか言うと、いや平日は忙しいとか、いや仕事前に行けますよとか言っても、結局なんかもう何も変わらないと思ってるし、自分がに関わることだってみんな思ってないんですよね。だからここがやっぱりもう一番なんかな、日本の今の若者なり政治に関心がない人たちの悪いところで、でも政治って自分たちの生活のことだから、いざですね、もう火の粉が降りかかってきた時には変えられないわけじゃないですか。事前に未来を考えて、こうなるといけないから今ここでちゃんとした政策打たなきゃとか、ちゃんとした人を選ばなきゃっていうリテラシーがないと、ね、悪くなった時にはもう変えられないんですよ。だって悪くなる方向にもう計画が立てられて、そういう人たちは権限を握ってるわけですから、そこをね、なんとかこううまく伝えたいなと。私なんかももう本当に身内というか妹が沖縄に住んでいて、もう老いも姪も生まれてですね、もう親戚付き合いとして沖縄に来るわけですよ。だから自分にも関係ないことだとは思えないし、何かね、やっぱり自分たちの老い姪がですね、大きくなった時にもう沖縄に誇りを持ってですね、あの沖縄を元気にするような、そんな取り組みしてほしいと思うと、今やるべきことってたくさんあるじゃないですか。そうですね、なんか我々本土に住む者として何ができますかね。そうなんですかね。やっぱりあの本当にそういう人たちが多いんだと思って僕らも初め入ったわけで、はい、けどやっぱり外線なり何らかの活動をしてると、はい、何かのリアクションがあったりとか、喋、はい、りかけてくれてくれたり、実はその表に出せない、まあ、村社会みたいな狭い村社会の集まりだと僕は思ってて、うんうん、その中の枠からはみ出ないようにみんなが言いたいことも我慢して、うん、けど実はこう思ってるんだよっていう、そのきっかけ、何かのきっかけを僕らが出せれたら、はい、本当の正しい方向に向かっていける手助けになるんじゃないかな。そんな偉そうなもんじゃないですけど。いやいやいや、ですからそうですよね。だからチーム沖縄の皆さんにまたいろんなイベントを作っていただいて、はい、それにまあ本土から来てもらってね、まあ、多分沖縄ってみんな遊びには来ると思うんですけど、例えば基地の問題をちょっと考えましょうよとか、国防の問題とか沖縄の歴史の問題とか、ちょっとね視点を変えてもらえば、それはそれでいろいろ気づく機会になると思いますし、またそうやって本土から若い人たちがたくさん来てイベントやってて、そこに沖縄のね若者なんかも来てもらっていろいろ交流してもらうことで、さっき言ったいろんなしがらみもあるわけですよ、沖縄にもね。だから言いたいことも言えなかったり、実は彼らもメディアのせいでいろんな洗脳を受けてたり、それが交流することって多分いろんな社会的な化学反応が起きますよね。はい、そういう機会をまた、私も実は今年、あの前回登場いただいた金石恵里香さんなんかと一緒に、日本の若者は本土の若者をね、沖縄に連れてくるような研修をやって、あの実はみんな知らなかったんですよ、沖縄の課題とか問題を知らなくて、ただ単にこう一緒に来てた和也君を見たかったとか、そういう動機でみんな来てたんですけど、でもそういうんでいいと思うんですよね。だからあの、まあ、今回は知事選をきっかけにこうやって出会わせていただきましたけれども、チーム沖縄の方他にもね、はい、あの何人かメンバーの方は私も存じ上げているので、はい、あちなみにチーム沖縄って誰でも入れるんですか。誰でも入れる、もうかなりハードルが高い。そうなんですか。あげましたね。いやいやいや、はい、もうとりあえず別にメンバー募集とかしてないは特にはしてないんですけども、やっぱりその一つの活動を何かをやるっていう時にはやっぱり手が足りないので、はい、やっぱりいろんな、まあどんなことでもいいんです、とりあえず参加してもらえるのが一番の手助けだったり。なるほど。ホームページみたいなのはもう、あ、ブログもあります。ブログをね、チーム沖縄の、はい、そこでなんかイベントとかも紹介されてるんですね。はい、はい、この前、あ、そう、あのいつも沖縄に来てばっかり活動してたんですけど、はい、この前9月の27日に大阪で沖縄だけの集会やったんですよね、はい、だから逆もできるんだっていうのをちょっとやっていかないといけないなっていうので、はい、やりましょうよ。大阪にも沖縄の人たくさんいらっしゃいますからね。そうですね、はい、あの私が住んでる隣の町にも沖縄県人会とかありますし、あの豊中市です、大正区もあるし、あと私自身も沖縄の子供、また来月も来るんですけど、沖縄の子供たちのその地域ミュージカルみたいなのを、あのまあちょっと吹田に、吹田の町に輸入したミュージカルをやっていて、こういうつながりもあるんですよ。まあ、いろんなルートで私も大阪沖縄つないでいくようなことをやりたいと思っているので、また連携できることがあれば、はい、よろしくお願いします。やっていただきたいと思います。
今日はあの突然ね、沖縄来て捕まえて、はい、出ていただきましたけれども、ありがとうございます。はい、またいろいろと連携してください。よろしくお願いします。